何種類ぐらい持ってるんですか？もういっぱい20種類以上はあります。そんな20種類ぐらいも、はい、普通は多分6、7、3倍ぐらいじゃないですか。なんとサーブの種類は20以上。転がしてその一部を見せてもらいました。ほらキューッとこっち側も上がっていくようなボールが急カップシューッとしてるような感じなんですよ。水谷さんが最も得意とする直角に曲がるサーブ。スイングスピードが速く強烈な横回転を与えられるため大きく曲がるのだといいます。続いては、お、戻りました。お、戻りました。これは取れません。はい、今すごいいいサーブでした。いい、だってあの試合で欲しかった。こんなところにいてこんな戻られたら魔球ですよ、マジック。はい、今度は縦回転、強烈なバックスピンをかけています。これらに加えトスの高さや回転の強さを調節することで20種類以上のサーブを打ち分けているのです。そして相手を惑わすのは数の多さだけではありません。サービスで一番大切にしているところは、分かりづらさですかね。回転の軌道が結構大事なんですね。これが、はい、軌道で騙すっていうんですかね。ワンバウンドまで一緒の方がいいんですよ。ここで来るまで一緒だから相手が分からない。このサーブ、下回転のサーブなんですけど、はい、これはこのサーブ、サーブです。ここ来るのは、ボールの回転と2つのサーブを合成してみると落下地点まではほとんど同じ軌道。どのような回転をかけているのか分かりません。しかしここからです。バウンド直後、相手が打ち返すタイミングで違う方向に変化していくんです。ボールの回転が違うんですけど、はい、ここまでは一緒なんで、はい、選手があれみたいな感じに。さらにフォームにもマジックの仕掛けが。最後にこうやった後にちょっとこう、はい、フォロースルーをこう入れることによって、で相手が何のサーブを出したか分かりづらく、本当かと違うってやってるような感じですか。打ち終わった後のラケットの動きに注目。球に回転をかけた後違う方向に動かしています。フォームから変化を予想しようとする相手を惑わすのです。本当にちょっとだけ騙せればいいんですね、これは。本当に本当にちょっと数センチ相手が来るような、相手が何をしてくるんだよっていうような心理状態に持っていけるように、相手の精神状態をこう崩すっていうか、はい、